こんばんは。こんばんは。お話し会ありがとうございました。こんばんは。ウドムさんタコ。ありがとうございます。タコ部屋着感？嘘、バリバリの外着だよ。ミキヤくん、あ、ミキヤくんになってる。タコありがとうございます。カピバラが乗いてる。初めて見たんですけど、いきなりツインテール。え、初めて。早いね、来るの。始まったばっかで。こんばんは。普通に部屋着じゃないよ、全然おしゃれ着ですよ。4時間目飛ばしてしまった。4時間目、お話し会なんですって。エリックさん、金のハートありがとうございます。そうだ、今日は金のハートがもらえる日なので、チャレンジから戻ってもらって、チャレンジから金のハートを受け取ってきてください。めっちゃ推しいるじゃん。俺のプロフィール見てください。私の名前ない。ヤスルーパンさん、タコありがとうございます。リンタロウさん、大福さん、東京さん、タックンさん、ミキヤくん、金のハートありがとうございます。タケルくん、ケイケイさん、ハートありがとうございます。ヤスさん、だるまありがとうございます。大福さん、ありがとうございます。てんてんてんさん、ありがとうございます。ヤスルパンさん、アキアンさん、ハートありがとうございます。帰ります、早っ。まあまあまあ、アキアンさん、ハトさん、ありがとうございます。シュンさん、ネコさん、お、めっちゃもらってきてくれる、ありがとうございます。ヤマトさん、ありがとうございます。フガーさん、ありがとうございます。ウドムさん、タコありがとうございます。カピバラなくしたらしっくりくる。でもさ、そのアバターの人多くてさ、なんか誰が誰かね、結構混ざり気味になるよね。その雪つけて、そのアバターだと。ミキヤくん、タコありがとうございます。お話し会ありがとう、ありがとうございます。服部さん、金のハートこんばんは。お話し会ありがとうございました。うどむさん、タコたくさんありがとうございます。そう、サイン会の時に○○さんいるって時に、なんかこのアバターが連番するからさ、いるみたいな、いてもなんか紛れる。ヤスルーパンさん、優勝ありがとうございます。優勝。アーク、ありがとうございます。ハート。あ、アバター変えてみた。本当だ。
ミキヤくんタコありがとうございます。ウドムさんタコありがとうございます。そうシューズもだしね、このヘアゴムもね、幼稚園生がつけていくような、そう幼稚園生してました。タケルくんタコありがとうございます。ヤスルパンさんありがとうございます。そうなの、追悼したのでね、全身お話し変えるとね、全身なかなか見えないけど、ツイッターにあげたので、服部さんタコありがとうございます。たけるくんくまありがとうございます。 I love you くまさん。こんばんは。ツイッター見ました、可愛かったです、ありがとうございます。お嬢様みたいね、これでしょ。そう、これはサイン会の格好ですね。ミキヤくんくまありがとうございます。 I love you くまさん。演じ風の話し方、ケンさんハートありがとうございます。そう今かぶってもさ、服と合わなすぎて、なんか麦わら帽子みたい、服装的に。金のハートありがとうございます。ちやおさんね、麦わらみたいだよね、服が服だから。こんばんは。幼稚園生でした。ああ、おもこいの麦わら帽子、この幼稚園バッグにしまってるんですよ。え、普段使えないよ、黄色すぎて。こんばんは。そうバッグはこっち、マイメロ。こっちもある。服普段着？理化学研究所さんハートありがとうございます。マイメロです。ほぼさん、今日ナースとかが多かった気がする、パッと見。五月病ナース、無記入ですね。そう、近くにペンがなかったから書こうと思ったんだけど、ナース。
とは緑の日だから緑の服みたいなとか、今日の差し入れコーナーにあったお菓子緑。お話し会が楽しみでよろしくは眠れませんね。いつ支払いあるんだっけな、月曜だっけ、お支払いをしないとね。ゴールデンウィーク6日目、あともう3日、早いね、9連休。こんばんは。明日からお仕事？へえ。ゴールデンウィークじゃないんだ。ゆきりかが最近気になってる社会問題？社会問題？何かあるかな。ゆうぴょんさん、かわいい、ありがとうございます。社会問題はあんま気にしてないな、ニュースあんま見てない。税金が上がる？なんですゴールデンウィーク、どこも行けてない。そうですね、ゴールデンウィークは遊ばないかな、逆に。だってゴールデンウィークさ、めっちゃ人多いじゃん、観光スポット。だから私は別に平日の休みの日があるから、そこで行こうかなっていう。うずちゃん、金のハートありがとうございます。なんかニュースで見たけどさ、どこだっけ、なんか江ノ島がめちゃくちゃなんか人混みすぎて前に進めないみたいな、人多すぎてみたいな、爽やかハンバーグ6時間待ちみたいな、 TikTok とかで回ってくるんですよ。だからもうそんなんやったらゴールデンウィークはちょっと休んでって感じ。私は別に平日の休みがあるからそこに行った方がいい。ね、6時間待ちだよ、爽やか、やばすぎ、360分みたいな。朝予約して夜ご飯、まあ朝予約して夜ご飯でいいんか。うーん、ね、まあ店で待つわけじゃないじゃん、6時間もあったら1回家帰ったり、その間にね観光したらいいと思う。でもね、朝予約しといて夜ご飯のために予約するんやったらちょうどいいかもね。予約しといて出かけて夜ご飯にみたいな。まあとにかく人が多いから、もうゴールデンウィークはなんかそんな出かけようっていう気にはあんまならない。こんばんは。こんばんは。人多いよね。スーパーマリオ？あ、映画？見に行かないね。キズナさん、ハートありがとうございます。逆に映画館とかいいね、まったりできて。タオル美術館？仕事で泊まりの部屋が取れない。あ、ホテルはいっぱいも。確かに映画いいよね。なんか別に見たい映画じゃなくても、映画ってなんか見出したら楽しいから、普通
通になんか映画ジャックさんハートありがとうございます。あ、コナン見に行く、いいよコナン、めっちゃよかった。もう一回コナン行きたい。え、2回目、私も1回行ったんだよねコナンは。だから見たい映画は今特に別にないけど、なんか面白そうなドラマ系のやつとか見たい。アニメじゃなくてその人間が出てるやつを見たいですね。なんかこんばんは。そうそう、家で映画見るとね見れんしね。そうなんよ。ポップコーンは買う派です、食べる。サインありがとう、ありがとうございました。最近サイン会の写真が漏れてる。あまり持って帰った、あまり背景があるけんかな。5月4日通り部。7日以外は仕事で、7日は野球行くけど雨っぽい。そうだね、土日は雨だね。6、7。旅人デラックスハートありがとうございます。背景、うん、はーい、はーい。通り部ってアニメじゃない？なんかアニメじゃない映画見たい。なんだろうな、何があるやってるんだろう今。うん、あ、実写版なの？通り部、ね、今アニメ系ばっかじゃない？仮面ライダーにコナンにさ、マリオ。なんかドラマ、ね、映画好きなんですよね。だから映画館は行きたいけど。え、仮面ライダー実写、あ、うん、確かにな。アニメじゃないわ。でもキャラクターじゃん、なんかアニメの括りです。ツインかわいい、ありがとうございます。わーい。恋愛映画は秋に多くて、何ホラー、うん、ホラー映画とか見に行きたいな、一人で。邪魔されたくないからね。見たい映画あるんですよね。なんだっけな、エスターみたいな。ホラー。過去にあったやつなんだけど。サブスクで見れるんかな。フルしかないのかな。ね、ホラー映画。最後に映画館で見たの欅坂のドキュメンタリー。私もそれ映画見に行った。欅坂さんのドキュメンタリー。映画はね、一人で行くこともあるし。母と行ったり、友達と行ったりって感じかな。
エスターそうっていうホラーのやつ面白そうだなと思って TikTok で回ってきて、サブスクにあるんかな、見たいなと思って。2022だから去年かな、言うてそんな古くはない。あ、古いやつもあるけど2022年の方まだ配信されてないかも。サブスク無理ないな。ひとしさん金のハートありがとうございます。ネットフリマ契約してます。2009のやつはあるね、同じかな。ドラマ王様に捧ぐ薬指見てる、それ今日も見たよ、今日っていうか今週の橋本環奈さんのやつでしょ、見てる。私2個しかドラマ見てないんだけど見てる。唯一見てる。ホラーおもろいよね、私もホラー好きですね。なんかなんかなんだろう、怖いのを味わいたい、わー怖いみたいな、怖いなーっていう。ホラーゲーゲームはやらないね、結構怖いじゃん。でホラー見た後のさ、はなんかここにいそうだなみたいな、恐れながら生活するのが楽しい。あ、そう、スリルを楽しみたい。今映画何やってるか調べよう。映画広島、こんばんは。育休刑事、 Hulu は契約してない。あー、やっぱなんか男の子向け多くない？めっちゃ男の子向けなんだけど。マリオ、コナン、東京リベンジャーズ、仮面ライダー、バスケのやつ、スラムダンク、戦闘士、めっちゃ男向け。ホラーマニア、マニアってほどでもないけど、まあホラーは好きですよ。あ、ドラえもんがある。え、映画ドラえもん3月3日、結構前のまだやってるんだね。東京メロ、今やってるやつだったら、なんか今やってるやつで見るとしたらこれかな。人間のなんかドラマ系見たいから、私の幸せな結婚、1日1本しかない。
広島映画館少ないよね。いろいろあるけどさ、男の子向けばっかだよマジ。そのさ、スラムダンクとかさ、私は人間のやつが見たいんだよね、なんかドラマ的な。だからこの東京、この医者のさ、医者系か、その幸せな結婚、あとは全部アニメ。そう、人間のやつが見たいからさ。でもなんか小さい映画館でやってるちょっとマニアックな映画みたいなのも見てみたい。なんか小さい映画でさ、変わったのをさやってる ところはあるじゃん。大きいところでは やってないような、そういうの行ってみたいですよね。舞台か、舞台見に行かないですね。舞台はネメシス。え、尾道小さめの映画館あるよね。わかるよ、どこにあるかね。そういう小さい映画館で変わった映画を見て、本通りの東急ハンズだっけの横ぐらいにある小さい5本6本しかやってない小さい映画館、あそこ変わったやつばっかやってる。王道なやつじゃなくて、コナンとかじゃなくて、なんか韓国映画とかやってる。そう、コナンとかじゃないんですよ。逆にコナンとかなくて、そう、韓国のやつとか海外のやつみたいな変わったのをやってるの。だからいつもいい、面白そうだなと思って映画の張り紙を見てる。ナーノさん、金のハートありがとうございます。めっちゃ似合うツインテール。サロンシネマ12ってとこかな。やっぱ変わったやつばっかだ。ロストケア面白そう。やっぱり全部変わったやつやってるわ。エッフェル塔、ぬいぐるみと喋る人が優しいっていう映画とかやってる。え、みたいな。どこの浜田さん、ハートありがとうございます。コナンとか一つもないよ。丘の上の本屋さん、 R3RRRR ザ・ホエール、世界のおきく、小さき麦の花、デビッド・ボーイ、ほら全部知らない。ロストケア、アダマンゴフに乗って、全部知らない。でもこういうの見たい。いいね。で 3RRRR って書いてる。トリプル A 的な、トリプル R かな。ね、結構マニアックなやつばっかり。なんて読むか分かんない。ジュリボーさん、ハートありがとうございます。インド、へえ、知らないな。
こんばんは。3R、 ジブリの新作7月。おお、ジブリの新作か。最近全然見れてないな。こんばんは、こんばんは。そうです。思い出の前に。なんかジブリはその学生同士の人間、なんか人間っていうか人と人のやつよりもなんか変わった生物とかが出てくるやつが好き。トトロとかポニョとか。人間同士のあるじゃん。ご飯食べた。変わった世界観のやつが好きですね。なんか女の子と男の子の恋愛みたいなのあったじゃん、ジブリ。タイトルわかんないけど、じゃなくてなんか変わった世界観、トトロとか現実にいないようなああいうやつ面白くて好き。あ、耳を澄ませば。そうだね、なんか人と人のね、なんか恋愛とかよりは思い出のマーニーも多分そっち系、人と人のじゃなくて変わったね、世界のお話を見たい。実家らへんトトロいないですね。うん、アリエッティはあの非現実なんでトトロよりです。変わった生き物っていうか独特の世界観。私の幸せな結婚という映画見てみたい。マジ面白そうだった。ハウルも非現実じゃん、だから面白いんです世界観が。こんばんは。ネイル落とさなきゃ、明日。明日レースだから。ね、ジブリはあの世界観がいいわけじゃん、トトロとか。ね。明日カリオストロの城、え、めっちゃ有名なやつやん、それ。何回もやってるよね、金曜ロードショーで。もうだって記憶にあるだけでも何回か見たもん、金曜ロードショーで。ジブリのタイトル、君たちはどう生きるか。こんばんは。猫バス乗ってみたい。ふわふわしてるじゃん。カリオストロの城。いや、名古屋でゆっくりはできないんですけど。乗れる？
ジブリパークどうなったんだろう。全然こんばんは、全然見ないな。夜ご飯はね食べましたね、あの会場で。カリオストメロンパンさん、ハートありがとうございます。いや今日おこまじゃなかった。先ほど初めて1位になりました。この配信は出遅れました。夜ご飯はもう食べてるんですよ。なんなら5時間目の休み時間に食べたので4時とかに食べましたね。猫バスは1時間以上乗ってたら消化される、消化、消化。こんばんは。10時頃食べたんですね。だからお腹はまあ確かに空きそう。でもお菓子とかはある。でも今はまだ空いてないです。え、まだ空いてない。そう、全然何も食べたいと思わない。そう、休み時間が長いからね、あの時間に。メロンパンさん、金のハートありがとうございます。お弁当です。ヘッドホン姿出た。ヘッドホンどっか行ったね。もマックのチキンナゲットが安くなってる。へえ。あの大量のやつ、15ピースのやつ。ポテト安くなってほしい。ポケカ集めてないです。ナゲットあれ15ピースが安くなってた気する。でもそんなにいらないもん一人で。ひろゆきさん、金のハートありがとうございます。普通にナゲットは5ピースぐらいがちょうどいい。それか10、さすがに15はちょっといらないかもしれない一人じゃ。だからメロンパンさん、クマありがとうございます。クマさんギフト。食べれる？そう、15は多いでしょう。 5だとでもちょっと少ないなって思うから10がちょうどいいかもね。マスタード派です。15はさ、複数人用でしょ絶対。普通に。こんばんは。ね、ポテトの券欲しいな。ポテト L サイズ190円のやつ。ポテト定価で買ったらさ、L400 円ぐらい。意外とね。こんばんは。ね、私もポテト好きです。
のぶさん金のハートありがとうございます。15ピース、うん、今日はガールズアワードを見に来ている。へえ。ね、あるね今日。いいですね。こんばんは。そう、 L440 円ぐらい、 M が300ちょいぐらい。そう、普通に高いよね。だからセットにするか、ポテトのチケット、チケット使ったら190円になるよね。めっちゃ安くなるじゃんと思って、なんでって。セットにするとき L にしない M。 リチャさんタコありがとうございます。でもね、期間限定だよね、190円のクーポン。今 さっき最近なかった。食べたいと思ってみたらなかった。パンマポテトはね M サイズかな。L だとちょっとお腹いっぱいになりすぎる。セットで L にしたらちょっと苦しい。でもジュースは M から L って20円ぐらいしか変わんないから、 L の方がお得だよなって思う。セットのジュース20円ぐらいプラスするだけで M から L になるんだよね。アメリカンポテトを食べたことあるよ。うん、自分でも作れるポテト、ポテトチップスとか自分で作りたいな。ポテト、1年以上行ってない。へえ。意外と行かないもんなんかね。わーって。紙ストロー、確かに早く飲まないとね、ストローしなしなになっちゃう。フライヤー持ってないです。ああ、そうね、一緒に映画のやつかと思った。ケンケンパーさんハートありがとうございます。こんばんは。ポテトあげるフライヤーとかってことでしょ。ないですよ。スタバのサイズ、スタバのサイズ。でもどんぐらいですかって聞いたらカップ出してなんか説明してくれる気する。スタバ、これがトールサイズで、これがグランデサイズで。ダルマルマンさん金のハートありがとうございます。メープルさんもありがとうございます。もしてポテト S 注文したら想像以上に少ないですけど大丈夫かって聞かれた。それ見た目で判断されてるんじゃない。絶対足りないよって文句言われても困るですね。少ないですって。 S って本当に少ないからね。 Mac とかも絶対 M とかの方がいいよ。そりゃでも優しいじゃん、少ないですけどって言ってくれるの。S 買ってさ、少なかってさ、少ない足りなかったじゃんって思うよりさね、
想像以上に少ないですけど大丈夫ですかって店側から言ってくるの面白いね。お前は L だろうって。コメダいいね、コメダいいね。コメダのあのチキン好き。ね、S 子供用なんだろうね。そう、ミニコメバスケ。ね、チキン美味しい、コメダの。そのお塩屋もアドル。アドルです。いいな、コメダ。食べたくなってきた。最初からその値段。コメダ。コメダ量多いよね。しかも大きいし。私は星読みのアドルです。ムーランさん、金のハートありがとうございます。あのチキン食べたいな。コメダの独特の容器、安くない。確かにな、そうだよね。ね、でかいから、でもでかいからね、まあ妥当な値段だけど、チキンとかも600円ぐらいだったっけな。でも美味しいし。コメダでモーニングしました。いいね。コメダコーヒー行ったことない。意外とやってるよ、多分9時10時ぐらいまでやってる。トナ君、金のハートありがとうございます。まったりしに行くのにちょうどいい。ね、夜が9時10時ぐらいまでやってるの。10時とか意外と。コメダ歩いて5分。へえ。でもそんな近かってもそんな頻繁に行くとこじゃないじゃん。たまにがいい。そう、のんびりなんかしに、のんびりしたいなーって時にコーヒーでも飲みながら、コーヒーでも飲みながらチキンを食べながらのんびりしたいなーってくらいの時に行きたいです。ね、近かったらしかも逆に行かないしね。なんか近すぎる飲食店とかって。こんばんは。満腹の向こう側に行きたい時にコメダ行く。え、昼ご飯食べ終わった後とかに行くってこと？お客さんはまあ多いですね。うん、いいね。めっちゃあのチキン食べたい今。あの油出てくるようなじわっと噛んだら結構熱々で出てくる。レモンかけて、うん、こんばんは。着いた。8時半ですね。もう閉まるやん。でもカップルにならないとあまり行かない。逆にカップルにならないから最近行ってないですねって。カップルの時行ってたってこと？それコメダデート、モーニングデート。
分な一人で行ける。コメダね、私も広島に来てコメダは一人でしか行ったことないから一人で行くイメージ。ゆきりかとサラピコンビ好き？仲良し。ルーナさんだるまありがとうございます。ね、一人でゆっくりしたいんですよね私。だから一人でコーヒー飲みながらゆっくりしたい。喋りたくない。もうのんびりしたいの。美味しいコーヒー飲みながら一人で喫茶店入れる人羨ましい。マジ？へえ。全然余裕。めっちゃ楽しいよ慣れたら。美味しいコーヒーを飲みながらのんびりする、そのまったりな時間がめっちゃ楽しい。一人で二人やったらね、なんか、まあ二人で行くのも楽しい。二人のご飯も好きだけど、お話ししたり。楽しいけど、一人のまったりできるのも、いい時間。めっちゃ。ね。周りの目が気になる？今時みんな結構一人で行ってるよ。大人になったら。若すぎたらね、確かになんか見られそうだけど、大人の人とかは結構一人だよみんな。大人の2人も楽しいんだけどね、喋ったりしながらね、そういう時間も。ジュリボーさん金のハートありがとうございます。私も丸亀一人ですよ。丸亀カウンターあるじゃん、一人席。カウンターの一人席とかほぼ一人ですよ。みんなうどんなんて一人です。一人なのに4人宅？それはちょっとね、食べづらいね。周りなんか気になるけど、それ広すぎて。カウンターやったら食べやすいね。で、丸亀はでもそんな全員で行くとこじゃないでしょ。ジャクソンさんハートありがとうございます。一人うなぎ、うなぎ食べたい、マジで。うなぎ。丸亀システム、普通にもう、はい、店入って、お盆取って、うどんの名前言うだけです。うどん注文するだけ。以上。頑張ってください。ありがとうございます。土曜のうなぎの日はいつだ。こんばんは。焼き鳥ね、わかる。中尾全然入って、中尾はタッチパネルで注文するから店員さんとも喋らんくていいし、めっちゃハードル低いよ。入って食べたいものをピーってして、もうそこでお金払って席に着く。最後に食べたい。サラピーのスタイル。店入った瞬間にタッチパネルで頼んで、タッチパネルで支払いもするんですよ、中尾。だから喋らんくていいし、めっちゃ入りやすい。もう何でもいけちゃいます。
松屋はあんまいかんな。松屋みたいなさ、あのカツ丼屋さんあるじゃん。スタバね。カツ屋かな。もうタッチパネルで注文する、持ち帰りか店内かみたいな。松の屋、それだ、松の屋。もう同じシステム、入り口入って持ち帰りか店内かタッチパネルして、その場で支払いしてもう席に着くだけっていう。めっちゃ一人でも入りやすい。店員さん呼んだりしなくていいからね。お会計も自分で。石丸さん、金のハートありがとうございます。ね、気楽でいいよね。持ち帰りもさ、喋らんでいいっていうのがいいよね。自分で。すだちドレッシング、へえ、そんなのあるんだ。松屋は行ったことないかも。アップルワインさん、金のハートありがとうございます。牛丼にドレッシングはかけません。かけませんね。カブレさん、ハートありがとうございます。ね、吉野家はあの店の人呼んで、そう注文しなきゃいけない、すいませんって。デミタマハンバーグ、おいしい？牛丼屋のハンバーグ、鶏焼肉キング、でも焼肉キングテーブルじゃん。私の知ってる焼肉キングカウンターってものがないからさ、なんか4人家族用とかのテーブルに1人で食べるの。すいませんの手かわいすぎやんって。どこちゃんとどこ見てるの、すいません。すき家とココイチカレーどっちが美味しい？私すき家でカレー食べないんだよね。牛丼屋さんにはもう牛丼しか食べに行かない。カレー食べたきゃカレー屋さん行くから、牛丼食べたくて牛丼屋さん行くから、牛丼しか食べない。ね、キングはそうテーブルだから行きづらい、一人で。牛丼屋でねカレー食べたことないよね。みんなカレー食べるんだ、逆に牛丼じゃなくて。豚丼、餃子の王将行ったことありますよ。あります。牛カレーでも美味しそう。でも私はカレーは甘口派です。こんばんは。好きやで卵かけご飯すら。卵かけご飯あるの？朝ごはんではなく、コメントしてたら食べたくなった。いいじゃん、牛丼屋さんへ。レッツゴー。こんばんは。
中羽の親子丼食べたことない。中羽はカツ丼と牛丼、カツカレー食べたことあるかも。親子丼はない。立ち食いそば行ったことない。ある？あ、中尾のすき焼き丼最近食べたわ。最近食べた。あ、そう、これはねポーチ、そうそうそう、バッグ、今日のお話し会で使ってたやつ。しゃぶしゃぶ食べてるの今。しゃぶしゃぶいいね、いい休日ね。親子丼はそうね、食べたことないや。中尾のね、リュックではございません。普通のショルダー載ってたよ、ツイッターの写真に。見てない。今日はサイン会ありがとうございました。あ、しんくんたんありがとう。さん付け不要になってる、しんくんたん。こんばんは。テレビでしゃぶしゃぶ食べてる、競ってる。あ、テレビの話。うーん、今日木曜だからモニタリングとかあるのかな。ゴールデンウィークスペシャルとかやってそう。あ、ツイッター見てないの？全身写真のスタノに。見ましたね、リプ。幼稚園児は好きと聞かれて尋ね、ん？聞かれて、いや別にとは言えないし、かといって、うん幼稚園生大好きと答えたら要注意人物としてマークされて強制終了されそうなので、てんてんてん、反省してる。あ、大食いやってるのね、しゃぶしゃぶの。甘口派。ココイチも甘口で頼んでる、いつも。甘口でお願いします。カレー食べたくなってくる。ダメダメ。ベホーゲナさん優勝ありがとうございます。イエイ。内容のあるリプをありがとうございます。ほうれん草、今日カレー、カレー食べたくなってきた。でもお腹あんま空いてないけど食べたい。あ、リプが急に来た、3つ。急いでリプをしたな。うどむさんタコありがとうございます。内容あるじゃん、かわいいとかだけじゃなくてさ。足。ヤスルパンさんタコありがとうございます。ミキヤくんありがとうございます。バレたってね、通知来た。カレー食べに行きましょうって呼びきたんだけど。カレーミニとかないんかな。今そんなお腹空いてるわけじゃないんだよね、カレー食べたいけど。
こんばんは。わ、リップが増えてるよ。大好きだって。服部さん、クマありがとうございます。 I love you クマさん。I love you. 2日目のカレー食べたくて大量に作ってあるんですが、え、2日目のカレーいいんじゃない？カレー2日か3日いけるよ。いいじゃない、いいじゃないですか。明日は名古屋名物食べれたらいいねって。名古屋名物なんだろう。うどむさん、タコありがとうございます。私もたこ焼き配信するよ、土曜日。あ、手羽先あるかな。普通に弁当が出そう。ピオリン、え、なんか さっきツイッターのニュースでピオリンのなんか、ま、回ってきた。生産が追いついてないみたいな。ピオリンなんかツイッターで回ってきたばっかだ。ピオリリネとのツーショット楽しみにしてるねって私のリネのリプに送ってきてるけど、何や。ピオリン、私ピオリン食べたことないんだよね。めっちゃ並ばんと買えんでしょ、ピオリン。かわいい。ピオリンチャレンジ。すぐ売り切れるんかね。あ、全然少なくなったわけではないわ。名古屋発のピオリンが百貨店、新宿店、京王百貨店。あ、ピオリンが進出するっていうニュースだわ。全然減らんわ。ピオリンの進出だ。全然買えないからさ、人気すぎて減ったっていうやつかと思った。タイムラインに流れてきたんよ。ね、生産大変ってよく聞くからさ、減っちゃったのかなって思ってたら増える。ピオリンの進出だった。でも並ぶ時間ないからさ、プライベートとかで行かないと買えないわ。子供の日限定のピオリンとかあるんだ。作れんかな、ピオリ。目とくちばしと。並ぶ時間はないからね。猫バスはあんま引かれんか。こんばんは。作れるんじゃない、これ目とかつけてさ。どこから食べますか。まず目からかな。目玉をくり抜きます。その後くちばしを抜きます。こんばんは。
その後は手と手を抜いて、頭のなんだろう、頭、何これ、頭、頭のなんだこれは、ひよこの手。え、まず目から行く。え、どうだろう、頭から刺した方がいいかな、上から。でもこの付属品を取った方がさ、なんか美味しく食べれそうじゃん、口とか。翼はなんちゃらさ、かわいい、ありがとうございます。みおり、え、付属品だよ。だから丸いケーキにいっぱいついてるじゃん、付属品が、目とか口とか、そこを全部取って食べるの。そこ取らんとさ、なんか引っかかるじゃん、フォークに。フォークに引っかかったりするし、落ちそうだから目がね。このひよこの頭についてるのは何だろう、毛。毛よね、ひよこって頭に。ひよこってさ、毛生えてない？生えとるね。うん、トサカ？トサカ？へえ。ひよこないじゃん。ピオリンの。ピオリンのあれはなんだ？わ、なんかリアルなひよこ調べたらリアル。画像。ケムクジャラ。ピヨピヨ。こんばんは。ね、ピオリン、まあ、いつか買う、いつか。お仕事の時はさ、あんま自由時間ないし、そんな駅に30分も40分も並べないから。しかも今ゴールデンウィークだから余計に絶対買えないから、またいつか、またいつかですわ。わ、垂れてきた、この水滴、この水滴め。明日はいつ配信しよっかな。夜もまあできるっちゃできるんだけど、朝行く前にちょっとやるかやらないか迷うな。ひよこ買う？鶏になる卵産んでくれる？明日？夜か、今日の夜かと思った。名古屋で配信する時間はない。でも夜は配信する時間はありそうなんだけど。朝ちょっとしとこっかな。いや、夜だけでいいか。こんばんは。いや、朝もしとこうかなとか言って。夜もできるっちゃできるんだけど、そんな長くはないって感じだから、まあ
朝もしとこうかなって感じの、まあスケジュールを見つつ決めますわ。予約入ってたら、まあ起きてたら来てください。混んでそうね。ゴールデンウィークだもん、どこも混んでるよ。まあね、朝ちょっとだけやってもいいや。まあ起きてたら、行けたら行きます。絶対来るでしょ。広島市内の人ですごいでしょ。え、全国の警察が集まってる広島に。なんですね。予約入れておいてね。何時からしよう。G7 まだ早くない？うん、朝するとしたらまあ8時半とかかな。うん、明日行きます。お待ちしております。へえ、サミット早いね。サミット18とかからだよね、確か。了解っす。ウィス。ピオリンって言ったらピオリンチャレンジ失敗って出てくる。ツイッター。失敗したの？え、すごい、ピオリンのホテルとかあるんだ。すごっ。カーテンも壁紙もベッドもピオリン。あと26,000。もうちょいだ。お肉まであと12万ポイント。エビ、ん？ね、ピオリンのホテルがある。ふくらごはんさん、金のハート、ありがとうございます。いいね。え、残酷なピオリンがいる。持ち帰り失敗して、残酷。目も切り抜かれてる。くり抜かれた残酷なピオリン。ね、30万ポイント狙おうかな。30万ポイントだったらね、両方もらえるの。海鮮と肉。ビビトさん、ハートありがとうございます。こんなになるんだ。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。抹茶。こうなったら失敗なんやね、チャレンジ。あとね、12万ポイントぐらい、13万ポイントぐらい。8日のさん、だるま、ありがとうございます。
かのりさんのやーくん、ありがとうございます。金のハート。ピオリンはチャレンジからゲットできません。ピオリン、ファミマのピオリン、これ全国で売ってるのかな。ファミマにピオリンが売ってるらしいけどさ、広島にもあるんかな。ないよね。ある。海鮮と肉なら肉がいいですか。リチャさん、タコありがとうございます。悩ましいな。でも可愛いね、この持って帰った時のピオリンがどうなってるか。家帰って開けるの楽しみだわ。八日野さん、金のハートありがとうございます。ね、ファミマにピオリンがあるらしいわ。愛知、岐阜、三重、静岡、あ、そっか、じゃないや。そうなんだ。5月2日からだって。めっちゃタイムリーじゃんだ。じゃあこの会話、ファミマでピオリンのふんわりチーズケーキ5月2日から発売。昨日とかなんじゃない、5月2日って。2日前か。服部さん、だるまありがとうございます。まあ忘れよ、とりあえず忘れよ。ね、赤服？赤服ってどっかでも売ってるよね。大阪？大阪とかで見たよ。伊勢？大阪駅にもあるよね。あ、有名なやつだと思って買ってないけど思った。ルンルン、おいしい。あんこ、こんばんは。神戸でも買える。へえ、結構買えるところあるね。うなぎ食べたくなる急に。何個前の話よ。うなぎは、うなぎ賞味期限が1日しかない。え、食べれないじゃん。じゃあ、あの量一人で
だって箱で売ってるでしょ、なんか一人用あるんかね。お服、似てるやつがあるんだ。無理して一人でも食べる。見たことあるよ、売ってるの。多いよ絶対、一人で食べたら。もうすぐ9時ですね。もうちょっとしたら終わります。こんばんは。ね、量多い。甘いものってあんま食べれないじゃん。キング牛丼、こんばんは。お腹あんま空いてないです。空いてないです、はい。クリスピーサンド？何それ？こんばんは。あ、ハーゲンダッツか。ケンタッキーの方思い出した。あれ？と思って。あれはクリスピーチキン。お腹全然すかん。なんでやろう。ずっとコーヒー飲んでるけんかな。ね。お腹すいたらお菓子食べよう。クリスピーチキン美味しいよね。でももう開いてないでしょ。9時だから。クリスピー違いだわ。私もクリスピーサンド好き。ハーゲンダッツの。いいハゲナッツ、ドーナツ。だから昨日のドーナツがあるんだよね。早く食べなきゃ。バナナクリームドーナツ、さすがに今日食べなきゃ。この後食べよう。ってことで、そろそろ壇上を読もうかな。壇上読みます。13位エレメンツさん、12位アキアンさん、11位ケンケンパーさん、10位ムーランさん、9位タックンさん、8位ジュリボーさん、7位理化学研究所さん、6位メロンパンさん、5位タケルくん、4位ミキヤくん、3位ヤスルパンさん、2位ハットリさん、1位ウドムさん。ありがとうございました。早く食べないと乾燥する。乾燥はまだしてないでしょ、さすがにね。お話し会からありがとうございました。今日は、明日はフェスですね。愛知での楽しみましょう。だってこんなに頑丈にさ巻いてるからさ、さすがに乾燥はしてないと思うんだけど。あ、袋イン袋みたいな、こんな。一口食べよ。よし、楽しみましょうね。楽しもう。大丈夫だ。一瞬なんかダメだって思ったけど、こんなもんだ。
ステージ組んであるの見えました？え、もう行ってるの？ね、一瞬ね、なんかあれちょっと硬いと思ったけど、うん、全然大丈夫、食べれる食べれる、美味しい。これ食べよ、ちゃんと食べなきゃね。で、ツイッターに上がってるのは見たけどさ、組み立ててるの見えましたってことは現地？バナナ、バナナ。モニタリング見よっかな。モニタリングって9時からだっけ？うまい。ってことで終わります。あ、今やってる9時からだよね。ってことでありがとうございました。終わります。おやー、この後メールを送ります。ツイッターも見てね。明日は朝は8時半ぐらいからやります。予約入れます。ってことで、そう、やっとく、ちょっとだけだけどね。1時間とかはやらないけど、長くてまあ30分ぐらい、そんな長くはやらないけど、やっとこうって感じでことで、おやすみなさい。ありがとうございました。